です。この試合の解説は第4代ライズバンタム級王者宮城大輝さん、そして女子格闘界のパイオニアグレイシャー亜希さんです。お二人どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして先ほどに引き続きまして、東京オリンピック女子ボクシングフライ級銅メダル並木月海選手です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずは並木さん、はい、先ほどの KO シーン、これもこの間近で迫力あったんじゃないですか。いや迫力ありすぎてもうびっくりしてしまって何も言えずに終わってしまったんですけど、はい、今度はぜひねその思いというのを、コメントにしていただきたいと思います。はい、いや宮城さん、はい、今日はとにかく KO が多い。宮城さんもね、セコンドついて、はい、そうですね、ヤーマン、そして日立選手、はい、いらっしゃいましたけど、会場がそういうなんか波になってますよね。あ、そうですか。はい、やっぱり選手がこう決めてやろうみたいな感じののがすごいひしひしと、まあ、楽屋からも伝わってきてる感じがするんで、はい、その緊張感を自分のものにして、この空気感を自分のものにして、どう勝利を自分のものにできるか。もうグレイシャーさんも、はい、オープニングからずっと解説務めていただいてます。そうですね、もう本当すごい試合ばかりで、すごいしか言葉がないです。その那須川天心ライズファイナルに向けて、この会場さらに温まってきています。この2人の因縁というのは10年前でした。2012年5月日本バンタム級タイトルマッチ、ベルトをかけた戦い、そこではドロー判定、そこから10年ぶりの再戦になります。早いので、こう早いので、それいけ、もうジャブ出していって、はい、ジャブついて、ジャブついて、距離測って、黒のトランクスに銀のラインが入っているのがシローです。そして金のトランクスがエバタル、両者ともに再起戦となります。はい、ジャブついて、そう、動こう動こう、常にストレートは気をつけましょう。どちらも独特のリズム、ジャブ出して、ジャブ出して、そう、ちょっと、そう、宮城さん、エバタはどちらかというとムエタイの戦い方が体に染み込んでしまったので、はい、ライズに合わせるためにいろんな試行錯誤をしているようですね。あ、でも全然合ってる気がしますけどね。そうですか、はい、やっぱりエバタルイ選手は前の飛び込みがすごく速い選手なんで、はい、なんでワンツーとか結構本当に、結構ワンツーって一番最初に攻撃に習うものなん、ではあるんですけど、結構難しいんですよ。あ、そうなんですね、はい、なんでやっぱ基本がすごくなってる選手なんで、そこがチャンスっていう場面もありますね。しっかりとその土台、基礎というのが作り上げられてきているというエバタルイ。対するシローも久しぶりの戦い、両拳の手術を経てこのリングに戻ってきました。シロー選手は間合いの取り方がうまいですね。ムエタイで、まあ、長年編纂を積んだというシロー、やはりこうムエタイ、そして日本もミックスした独特のこのタイミングの取り方。そうです、まあ、でも自分のこうファイトスタイルが全部に多分適応できるんじゃないのかなと思いますね。そうですか、はい、やっぱ距離が嫌な距離だったら下がるし、行ける距離だったら前に行くしっていう、その感覚が多分鋭いんですよね。ボディを狙ってくる、返すのはエブタです。グレイシャーさんはこの一戦どのようにご覧になりますか。シロー選手のバランスの良さがやっぱり私的にはいつも気になっていて、はい、このバランスの良さを江端選手がどう崩すんだろうっていう部分はちょっと気になるんですよ。あ、まあ、全くブレないという印象があります、このシロー。そうそうそう、リズムリズムリズム取って、はい、ジャブからジャブからジャブから。並木さんはボクシングの観点でということになるかもしれませんが、間近でご覧になってここまで両者の戦いどうでしょうか。いやすごい、やっぱお互いが距離感がすごいもうつかみ合いというか、はい、いや塩選手の圧をかけてもこの江端選手がしっかり回ってるっていうところで、いやすごいなんか緊張感のある試合だなっていうふうに思ってますね。やはり自分の独特のその間合い、そのあたりの探り合いという第一ラウンドになるでしょうか。そうですね、すごい探ってるなっていうか、ヒヤヒヤするなっていう感じがありますけど。ヒヤヒヤするというのは、いやもうどっちがどうするんだろうっていうワクワク感だったり、うん、ヒヤヒヤだったりっていう感じですね。
ここで第1ラウンドが終了しました。その間合いの探り合いでいうと宮城さん、はい、ここで今3分間しっかりとその距離というのは分かった中で次ですよね、はい、そうですね、はい、まあ、でも江端瑠衣選手の右の攻撃が結構入りそうだなっていうのは思いますね。右のパンチでしょうか。パンチもそうですし、まあ、ローキックだったりとか、まあ、後半響いてくると思います、はい、まあ、塩選手 のローキックも入ってると思うんですけど、塩選手 このローからの、ミドルキック、はい、上下に振り分けすごくうまいですね。このあたりのコンビネーション、こういったところは四郎のうまさ、そして江端はスピードです。パンチとコンビネーションで組み立てていく江端瑠衣。四郎は得意としているのはローキック。さあ第2ラウンドが始まりました。四郎選手のローキックがすごい走るんですよね。あ、この右のローです。そうですね、バト選手がただこう前にパッと入りたいタイミングでいいタイミングで蹴るんで、はい、嫌だと思うんですよね。あ、しっかりコンビネーション、正面にいない、正面にいない。インロー、シロが前蹴りで距離を詰めます。シロ選手この前蹴り嫌ですね。シロの左の前蹴り、これやられたなかなか江端選手が中に入れなくなってしまいます、はい、そしてハイキック、シロも返します。江端は中に入ってコンビネーションというようなそんな戦い方になるんでしょうか。まあ、でもこの中距離にいてそこから多分飛び込みたいんでしょうね、はい、返します。パンチが遠いなっていう感じですね、なかなか四郎を捉えることはできません。四郎は当ててしっかり戻るというようなそんな戦い方になっています。四郎選手の前蹴りも刺すような前蹴りなんで、はい、江端選手のお腹がもうすっかですね。そうですね、映像ではちょっと分かりづらいんですが、もう腹筋のところかなり赤く入っています。そしてロー、シロー、シローの前蹴りが三日月気味に、いい入りですね。一瞬の出来事でした。右のハイキック一閃、すごい、シローの KO 勝ち。江端瑠衣は意識を完全に失った。10年ぶりの再戦、四郎が江端瑠衣に対して初めての勝利をつかみました。まざまざとその進化を見せつけました。やばいですね。いやーすごいですね、はい、今ちょうどお互い横の動きがうまいですねって言おうとした時に、江端選手が横行った瞬間、そこに合わせて白選手が、はい、狙ってましたね。完全に、ね、見えてないところですもんね、はい、並木さん、はい、2連続で衝撃でした。いや本当に衝撃すぎて、もう本当に今回も何も言えずっていう感じだったんですけど、これです。いや本当見えないところからしっかりと、すごいですね。これ今左完全、このガードのところが落ちた瞬間なんですかね、宮城さん。そうですね、はい、こう、まあ、先ほどからは江端選手が左を使ってこう回ってるんで、はい、いいジャブだったんですけど、はい、そこに狙ってましたね。ここまで完璧にハイキック綺麗に決まるって1年間どうしてもなかなかないですよね。ないですね。真城選手、しかもいつもと戦い方違ってすごいプレッシャーかけてたんで、はい、倒しに来てるなっていうのは思いましたね。そうですか、はい、いやとにかく今日は KO シーンが多く見られます。今日はこの全ての試合に KO ボーナスということで、 KO した選手には10万円が贈られるということですが、まだこれ単価で、そうですね、はい、江端瑠衣選手は運ばれるということになりました。衝撃的なハイキック、2ラウンド1分39秒、あまりに一瞬の出来事で我々も言葉を失うような鳥肌ですね。素晴らしい試合を見せてくれました。四郎の衝撃右のハイキック KO 勝ち、ライズバンタム級1位のその実力を遺憾なく発揮してくれました。
まあ、この勝ちがあるとよりその王者への挑戦権、このインパクトというのもあるわけですもんね。そうですね。シロ選手はライズのベルトを欲しいんですかね。どうなんですかね、はい、もうあのご自身でいろいろなところにこう挑戦するような人物ですもんね、はい、現在バンタム級はこの後行われます、鈴木正彦が王者、そして1位がこのシローです。シロー選手にコメントをいただきます。そうですね、まあ、本当に今回まあ復帰戦で、まあ、強くなった姿をまあ見せれてよかったです。で本当に、まあ、これで江端選手のストーリーは、まあ、完全決着ができたと思います。で、6月なんですけど、自分も、まあ、本当に枠があれば、まあ、対抗戦、まあ、世界の強豪と戦うチャンスがもらえるなら出たいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお送りください。選手退場、昨日決まりました6月19日の東京ドームでの、はい、まあ、世紀の一戦、はい、その中にまたもう一人名乗りを上げるという選手が出てきましたね。いや、名乗れるんじゃないですか。チャンスあると思いますよ。グレイシャーさん、はい、どのようにご覧になりましたか。いや、もうもっともっとシロ選手の先にね、期待ですよね。進化した姿を見せてくれました。並木さん、いかがですか。いや、こんなすごいハイキック見れると思ってなかったので、はい、すごく嬉しいんですけど、いや、これ怖いなっていう印象でしたね。まあね、ボクシングが本業ですから、はい、あのハイキックがなかなか飛んでくることはないかなっていう、ね、ことではありますが、さあ再起戦となった白、見事衝撃のハイキックで勝利を収めています。